スライム倒して300分本土楓です。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、節分雑学クイズ、今日は節分ということで節分にまつわるクイズに挑戦したいと思います。それではスタートです。節分において坂田さんと渡辺さんはある決まりがあります。それは何？なんか聞いたことあるような気がするけど、毎回鬼をしなきゃいけないとか。あ、違うって。これは誰なの？なんかこの名字の方ってことですよね。この名字の人がなんかあるんだよ。その日は坂にいないといけない人と橋にいないといけない人。いやー、何橋は関係ないじゃん。あー、終了です。なんぞ、何参加しなくていい。過去にこの二人が鬼退治に参加したから。そうだ、誰だ本当だねということで失敗でした。また明日も聞いてくださいね。バイバイ。